リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレルのリントです。イエーイ。ということで、今回は第4弾。お、4はうまくいくね。第4弾、マイタウンのハウジング紹介となります。こちらのメインのお家になります。野猿館、メインのお家というか、チーム集会場となります、野猿館のご紹介をしていきましょう。では、中入っていきましょう。はい、野猿館入った形ではこんな状態になってます。はい、綺麗ですね。はい、イメージとしては、バー？バーというよりは、ちょっと高級なクラブ？高級クラブみたいな雰囲気を作った状態になってます。床下はこのように水槽になっていて、大きい、こう、神秘的なというか、現実にもいて、大きい魚がいます。マンタとジンベエと、あの下に、リュグの使い。ナリキンっぽいですよね。そして、水槽とね、こういう感じで、高級クラブみたいな感じで、椅子が置いてあります。で、奥にはアロワナ。こちらはですね、ゴールドアロワナと、シルバーアロワナ。こちらがですね、普通のアロワナだったかな？グリーンアロワナだったかな？と、レッドアロワナがいます。で、右左は同じような雰囲気。まあ、このね、なんか、雑に置いたような椅子は、あえて適当に置いてるんですけれども、それ以外は大体同じような配置。まあ、机の上に置いてある飲み物も、ランダムに置いてます。で、ちょこちょここういう観葉植物が置いてあり、このお花がね、置いてありという感じになってます。そして真ん中は、このような感じ。チームのリーダー、サブリーダーが座る場所という雰囲気で作っております。左側からしめちゃん。右側が、ロコさん。ロコさんがね、踊る戸籍好きなので、こっちはダストをね、しめちゃんが好きなので、そして真ん中はネルゲル。ということで、あそこが私のお席として配置しております。そして、純喫茶のものをうまく使うような形をとっていて、こちら喫茶風になっていて、ケーキが売ってるところですね。こちらはケーキ屋さんというところでしょうか。はい、頑張ってケーキ作ってましたね。ここでヒストリカと、アンルシアがこの二人に作らせて大丈夫でしょうかって思いますね。はい、で、真ん中には、パイプオルガンがね、ありまして、で、右側は、コーヒーをね、飲めるスペースとなっております。まあ、あっちでもコーヒーは飲めるんですけれども、じゃあカウンターで飲める感じ。ダストンとネルゲルがいらっしゃるんですね。そして、例のごとく、踊る宝石もいます。はい、こんな感じの雰囲気。そして、上には、ナポレオンフィッシュ。ちょっと、ナリキンっぽいですよね。基本、ナリキンをイメージしてると思ってください。で、チームの旗がチラッとここに向いてあって、2階はですね、あっちも奥も何もしてません。ここにはこの背景を置きましたけど、この背景もいるんかなと思っておいてます。いらないんじゃないかなと思っておいてます。2階に関してはハウジングしなくていいんじゃないかな。あと、ハウジング自体も多分置けるものがそんなにないはずですね、今。片付けて置いてみようか。うん、あと1個でしょ。これであと1個だもんね。結構限界まで置いてますね。というよう
ような感じの高級クラブ兼、チーム集会場として、ちょっと皆さんで集まってねお話ししたりというのができるような状態になっております。はい、結構ね配置だったりだとかレイアウトっていうところで苦労はしましたが、かなり綺麗にまとまったお家になったかと思います。では一回出て、最後のね締めといきましょう。はい、という感じで、マイタウンのご紹介第1弾がお庭、第2弾があちらのしめちゃんランド、第3弾がこちら奥ですね。リントのお城、そして最後にこのチーム集会所という形、あら、しめちゃんがいる。形でご紹介になります。はい、また最後にはなりますが、こちらマイタウンに関しては、マイタウン名、日和チーム集会所、マイタウン ID が 6371-2003 になっております。誰でも来れるように基本的にはなっておりますので、ご興味ある方、マイタウンの、訪問していただければなと思います。はい、マイタウンでまた大きく変わることはないと思うんですけれども、大きく変わった際には、またご紹介していきたいなと思います。他はですね、あとは鬼ごっこだったりでここを使うこともありますので、例えば鬼ごっこに参加してみたいよという視聴者の方、いらっしゃいましたらコメントだったりしていただければ、視聴者参加型という形でいろいろイベントもね、行っていけたらなと思います。はい。ということで、マイタウン紹介第4弾まで終了となります。また何かご紹介できる時にはご紹介。あとは、そうですね。ドレスアップのご紹介はしていきたいかなとは思うんですけれども、マイタウンの紹介は一旦ここでラストとなると思います。はい、ということで以上となります。ここまでご視聴いただきありがとうございます。また、違う動画でね、次は何の動画がアップになるかな。多分字幕処理の方の動画になるか、あとは私のストーリーの配信になるのか、その辺になるとは思うんですけれども、またお会いできたらなと思います。ということで以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。